もう乾杯しようか。え、なんかいいことあった？いいからいいから。空が晴れていた。乾杯の理由なんてそれだけでいい。やっぱなんかあった？聞くなよ。発酵の恵み、初めての美味しさ、できました。新発酵レモンサワー。ここに住むのか。何もないだろう。ねえ、今日はもう乾杯しようか。え、縁側集合じゃん。え、本当に何もないだろう。そう、たくさんあるじゃない。ここには美味しいものが。発酵の恵み、初めての美味しさ、できました。新発酵レモンサワー。おばあちゃんの教えその1、喧嘩をしたら美味しいものを一緒に飲むべし。その2、手間暇はかけた分だけ美味しくなる。その3、発酵させるからとびきり美味しくなる。はあ、すごいな。発酵の恵み、初めての美味しさ、できました。新発酵レモンサワー。おばあちゃんの教えその1、喧嘩をしたら美味しいものを一緒に飲むべし。おばあちゃんの教えその2、手間暇はかけた分だけ美味しくなる。おばあちゃんの教えその3、発酵させるからとびきり美味しくなる。発酵の恵み、初めての美味しさ、できました。新発酵レモンサワなんかいいことあった？はい、カット。たくさん入られます。
今日も幸せです。カット。やっぱなんかあった？カット。ちょっとビビりしていいですかね。ああ、ちょっと怖がりました。分かりました。もうちょっと軽めに。はい。加藤、はい、ちょっと確認します。バレ目で行きづらいな。いける？じゃあこの隙間一回狙いましょうか。やんないんで。間もなく、はい、じゃあスタンバイしますよ。スタンバイお願いします。ここで行きましょう。これで行っちゃって平気ですか？これで行っちゃいます。はい、じゃあ本番行きます。本番、はい、トラックに。やったって。
ちょっとまだ待ちますね、すいません。目が泳いだ。あれだけ左手だよ。言い聞かせます。言い聞かせてかないと。しかもかけちゃうし、もうなんかふわーっと。いろいろね。間もなくかな。はい、じゃあお願いします。3番トラックに。はい、今日。はい。また。3番はい、今日はい、またはい、はい、ひとまず全撮影終了となります。お疲れ様でした。お疲れ様取り切りました。今ここまで切れました。切るしかないですよ。あと5分ぐらいでもう本当に危ない。ありがとうございました。なんかこうロケに出るのも久しぶりだし、なかなかない機会で、気持ちいい場所で、吉岡さんとすごく久しぶりにご一緒できて、楽しかったです。はい、はい、いや、もう本当にお話いただいて、松さんとまたできるって、もう松さんにお任せしようと、もうどっしりした優しさというか、優しさに包まれながら、芯のある優しさに包まれて楽しく仕事ができました。何もうでも本当に一番最初もう二十数年前で、はい、やっぱコマーシャルのそうですねお仕事だったので、あれから随分時間が経ったねとかそうですね、うん、ようやく夫婦になれたねとそうですね、そう結ばれない役が多かった。したいなと思ったのは、舞台が終わって乾杯したかったですねできなかったけど、はい、それはしたかったですね。 でもまあこうそのできないけど心の中ではそういう乾杯をして別れましたけど、できれば1回ぐらい乾杯したかったですね、うん、はい、そうですね、先日母が誕生日で乾杯したんですけれど、やっぱり母は母で87年前に産んでくれた母のことを思いながら乾杯できて、でなんかそういうこう代々続いてる、で昨日も一日仕事終わって一人で乾杯っていうなんか今日一日生きてることに乾杯って感じで、はい、新学期に向けては忘れ物をなくしたいっていう子供の子供の本当忘れ物をなんでなくならないんだろうなと思いながら1年間過ごしたんで、ちょっと新学期を機にきちっと親も忘れ物をさせないしない生活だから、新学期からそうします。だから今はまだいいですはい、これからそうしたいです。リニューアルですよねリニューアルもうそうですね、もう僕本当に忘れ物物忘れっていうんですかね、あれそういう忘れ物、いよいよ本当に携帯電話を持ちながら携帯電話を探すようになって、俺の携帯知らないって母親に言ったら、母親、はい、それお母様ショックだと思うで手に持ってるの何あそれはもういろいろリニューアルしたいですね
いろいろしたい。よりこう品質にもこだわったレモンを使っているということだったので、本当安心して過ごす時間のなんかこうところに これがいてくれることを願ってます。はい、僕でも本当にリニューアル前の飲んでたので、僕飲み方としては缶のまんまでもいいんですけど、氷いっぱい入れてシューって入れてシュワーってなった時に匂いを嗅ぐとレモンが変わったっていうのは分かりますか、瞬間、やってシュワーってなった瞬間が一番で、僕じゃあそういうコマーシャルあと1日撮っていきません あそこがレモンの香りが一番立つのが、やってみます。へ、前の方が渋みというか、レモンの木っていうちょっとした飲んだ後の渋みが美味しかったんですけど、それが多分もうちょっと柔らかくなって香りが立つようになったんで、ちょっともうちょっとこうマイルドになった、飲みやすくなったなとは思いますけど、前のも好きなんですけどね前のも好きだったりするんですけど、渋みは渋みですごい好きだったんですけど、僕は、はい、渋い感じも。何でも合うような気がします。何でも合うんだろうな。何でも合いますよね。ねえ、本当に CM の中ではお漬物と一緒に飲まれてたりします。あ、発酵ということで。そうですね、発酵つながりか。合います。それもいいですよね、甘ったるくないので本当にどんな味にも邪魔しないというか、なんか出過ぎない感じがする。甘いものでも合うと思うし、しょっぱいものでも、私は割とレモンサワー初心者でこの商品に出会って、でもすごく好きだなと思えたので、お酒好みがいろいろだと思うんですけども、飲んだことないわとかレモンサワーとかに対してあまり知らないわっていう人も、なんか私の感触を押し付けるようであれですけど、割と好きかもって思えて私は入っていけたので、そういう飲んでみよっかなぐらい軽い気持ちで、でもさ、まだあんまり飲んだことない人とかにも出会ってほしいなと思います。はあ、母と一緒に乾杯できれば、多分レモンの香りがちょっと違うっていうのも母も分かると思いますんで、まあ、でも言っても飲みやすいし、食事何にでも合うので、それはそれでお漬物と一緒に、母の漬けたものと一緒に CM と同じようにできたらいいなと思いますけど、はい、今回の設定では実際にこの場所に来てこう景色を眺めて遠くを眺めながら飲むというシチュエーションだったので、それはすごく気持ちよかったです。この自然の中で楽しむというか、味を楽しむ、時間を楽しむっていう経験ができて、それはこう、あ、ぜひこの気持ちよさを皆さんにも味わってもらいたいなと思いました。僕ソロキャンプをやるので、焚き火しながら飲んだらきっと美味しいだろうなと思います。バーベキュー やりながら。キリン発酵レモンサワーの CM キャラクターを務めております松坂子です。吉岡秀隆です。
私と吉岡さん演じる夫婦が大自然の中で過ごす爽やかなひとときを描いた心地よい世界観の CM になっております。ぜひご覧ください。